ニュータオ島は、津バル北部の島。同国を構成する9つの地区の一つでもある。うち、一つの島のみで構成される地区は遠くを含め3つある。2002年国勢調査時の人口は663人。人口過密状態にあった1949年、島民がニューラ北島に入植した。黒く塩分を含んだ故障が2カ所ある。そのうち、 大きい方には三つの島が浮かび、ダムも整備されている。島に三箇所ある井戸からは、淡水が組み上げられる。かつて村はアンガフォールア近くのトゥアッパ村しかなかったが、2002年の国勢調査ではクリア村とテアバ村がある。マネアパと呼ばれる公民館が一箇所、ロンドン宣教師協会の教会が一件、郵便局が一局ある。 海沿いに砂利道が敷設されており、村の反対側には墓地が時計回りで4分の1ほど行くと病院がある。島自体は楕円形をしており、海抜もほとんどない。長い方で 1.6km ある。緑は豊かだが、種は限られている。プラカと呼ばれる巨大タロイも、パンの木、ココナッツ、タコの木を主食としている。舗装された道路もあるが、鉄道や空港はなく、 外部との交通は脆弱である。ありがとうございます。